3つ目こちらです。じゃん、こちらです。それでもバリは魅力的、はい、魅力的です。まあそんなわけで、まあ、離婚して、うん、一人になってね、これからもバティックでまたバティック作家としてアーティストとして、これから生きていくわっていう久美さんが札幌でああやって個展をね大成功されて、じゃあ私札幌に帰ってきて、札幌で制作をコントからするのって聞いてたら、どうも違うらしいんですよ。やっぱりバリで作りたくて、バリで作ったものをこちらにで広げていきたいなと思ってます。やっぱりバリってインドネシアのろうけつ染めなんで、はい、インドネシアの風土が必要なんですね。あ、うん、で、やっぱりバリ島の、うん、あの空気と風がやっぱり必要で、うん、私は多分日本では作ることはないと思います。うん、でも札幌でもですよ、まあそうね、外で作りたいでしたっけ。そうなんです、基本ね外なんですよ。基本外で作るんですね。外なんです。屋根があって、壁柱だけで壁がないっていうような感じ。バリっぽい、バリっぽい。そうです。で、染め物なんで、すごいお水を使うんで、近所に川が流れてなきゃいけなくて、川で洗い、川の水を汲んで、煮沸のお湯を作るとか、もうすごい原始的なんで。そうですか。そうなんです。北海道だとお家の中でね、まあ、確かに冬雪も降るし、あれですけれども、でもお部屋の中でガッガンストーブ炊いてですよ、でもダメですね。お水がダメか。お水と、あとやっぱりデザインですね、デザインがやっぱりバリの自然っていうか、ジャングルみたいな環境がサポートしてくれてるような気がします。そうなんですね。バリの私バティックの美しさっていうのは、はい、大きさ、まあ、絵のように壁にかけて大変美しい、はい、ものだったんですけど、どうですか今後やっぱり、まあ、日本で、はい、今回はほら札幌の方が、じゃあ札幌で個展やって、売れてるものもこれから売るものも一緒に並べてやりましょうよっていう、まあ、売り販売の仕方でしたけれども、どうですかね、ネットかな、どうやって売ったらいいですかね。そうですね、今考えてるんですよ。でまあ、基本私のデザインはパターンじゃないんで、はい、一点ずつ違うんですね。一点ものです。で今回ちょっと和手ぬぐいを作らせていただいたんですけど、日本手ぬぐいっていうんですか、和手ぬぐいを作らせていただいたんですけど、すごい好評で、はい、でも一点ずつ絵が違うんです。全く同じものがないんです。で今後私バリに帰ったら多分風呂敷をちょっと挑戦してみたいなと思ってるんですよ。いいですね。ただ形にしてしまうと私のデザインはパターンじゃないんで、多分絵が見れなくなるじゃないですか、はいはい、それでそういう例えばストールとか、はい、そういうのをちょっと考えようかなと思ってます。でも基本やっぱりこう絵画的にフレームに入れる形で作ってみます。なるほど。やっぱり札幌でこう買うとね、はい、頼むと送料もかかりますから、はい、そのこと思ったら今ちょっと航空券安くなりましたからね、ぜひ来てください。バリで、買っていただくのが一番いいと思います。バリに来て、はい、気候風土の中で、そうですね、久美さんが作ってるアトリエでも見て、そうですね、それからこう向こうでまた選ぶと、そうですね、余計いいかもしれないですね、はい、あとねバティック体験とかやってるんですね。日本人のお客さんが来られて、はい、まあ、日本人じゃないお客さんもそうなんですけど観光客の方が来られて、そのろうけつ染めをやってみたい、それでまあ、1日体験みたいなのは、うん、やってますんで、ぜひ来てください。そうなんですね、いい思い出になります。いや私もバリガンも行ったことないけど、いつかは行ってみたい場所のやっぱり一つリストに入ってます。ぜひ来てください。やっぱりいいですかバリは。もう大好きですね。10年ぶりにまた再開したそのバティックですけれども、以前とまた全然違う、作品、素晴らしいですね。才能は気候風土の中にいたからこそまた描けるものっていうのが、そうですね、ね、出てきたんじゃないかなと思います。はい、これからも素敵な作品をじゃあたくさん作ってください。よろしくお願いします。ありがとうございます。皆さんバリに遊びに来てください。遊びに来てください、待ってます、ということで、今日のゲストはバティックアーティストの麻生久美さんでした。ありがとうございました。どうもありがとうございました。さよなら。